時は戦国時代中期。大英3年、西三河安庄の地に拠点を置く松平宗家当主松平信忠は、度重なる悪政により失脚させられ、信忠の嫡子清康が12歳の若さで家督を継承し当主に就いた。誰もが清康の器量を心配したが、しかし生まれ持つ才覚はすぐにも開花した。就任翌年の大英4年、宗家と対立する大草松平家の松平正康を武力で屈服させると、距離を置いていた各地の一族が次々に清康に従い始めた。清康は岡崎の地に城を築き、新たな拠点とすると三河国司の座を待望と定め、駿河遠江の今川氏親死去を契機に東三河侵攻を開始。今川の援軍が期待できない状況に、東三河の国衆らは次々に松平の軍門へ下り、唯一抵抗を続けた熊谷正直の宇里城攻めでは、清康の叔父松平近盛を失うも、力攻めで落城させ三河平定を成した。その躍進の傍ら、隣国尾張の国では守護しばしの衰退に伴い、守護代の清須織田家内で争いの火種が生じる。きっかけは清須織田家三奉行の一つ諸畑城主織田信秀の台頭であった。対馬港での交易で得た財力に信秀の生まれ持つ器量が加わり、兵力では主家である清須織田家を凌駕する国衆に成長していたのだ。それを妬む奉行主小田井織田家当主織田藤本は、密かに松平清康と通じ、信秀が美濃の遠征で尾張を留守にする間に、松平勢と共に尾張を制圧し、己が守護の座につく下克上を画策した。松平清康は織田藤本の要請に応じ挙兵。信秀の弟織田信光の守る森山城を最初の攻略地と定め、城攻めを仕掛けるも、その陣中で家臣阿部正豊によって殺害されてしまう大事件が起きてしまう。かねてより松平宗家の座を欲していた清康の叔父松平信忠の手により、清康の嫡子竹千代が討たれることを危惧した阿部定義は、岡崎城から竹千代を連れ出すと援者を頼り三河を出奔。竹千代を逃した松平信忠であったが、我こそが当主であると訴え、混乱する一族を束ねるべく立ち上がった。一方、攻められた織田信秀は松平への仕返しの前に、まずは同族の切り崩しが先であると捉え、策を練り始める。老者の文通。癖の強い声、兄上にお似合いです。違う、城のことを尋ねておる。城のことですな。いやあ、立派な城にございまする。古渡り城でしたかな。そうじゃ、いずれはここを居城にしようと思っておる。されど、この地は織田藤本殿の監視下であったかと。三河太陽のための城を築かせていただくよう守護代辰勝様に頼んでおったのじゃ。では藤本殿も承知の上と。さあ、知らん。ただあやつが松平清康と通じておったことは辰勝様も知っておろうで。やはり藤本殿は松平に。水野信元殿から届いた文じゃ。松平清康の不慮の死に松平一族は分裂状態とのことを。清康の嫡子竹千代はいずこか落ちたようで、妹の嫁ぎ先である桜井松平の信貞が立て直しを図っているとのことを。なるほど。となると三河攻めはお預けとなりますな。ああ、信貞が棟梁であるうちはな。なれば再び美濃ですな。いや、その前に藤本だ。もしや藤本殿のお退場を責めると。そんなことをしたらこちらも痛手を被ってしまうぞ。それに織田家の内向は美濃の斎藤らの思うつぼともなろう。頭を使うのじゃ。頭ですか。となると藤本殿と囲碁で勝負ですな。違う。将棋に。違う。すごろくですな。全く違う。では何で勝負するのですか。誰が勝負すると申した。あやつの要を奪うのいいよ。もしや名古屋の今川氏豊殿に。そうじゃ、お太陽だけが庇護する今川氏豊が名古屋城におるからこそ、あれだけでかい顔ができるのじゃ。その氏豊がいなくなれば。氏豊殿は駿河今川の一門衆ですぞ。今川を敵に回しては。今川家は昨年の花蔵騒乱の末、今川義元が当主の座についたが、現属しけものと化した義元は早々に武田家から姫を制裁に迎え入れるという愚策を取ったそうだ。確かそれが原因で北条との同盟が破綻し、東駿河に北条軍が攻め込んできたと。ああ、戦は静まったようじゃが、
遠江も未だ混乱しておると聞く。名古屋の一族のことなど滋賀にもかけぬであろう。して策はあるので。簡単なこと言おう。懐に飛び込むのみ。あ、兄上自らが。織田信秀は同じ清須織田家三奉行の一つ、織田井織田家当主織田藤本の力を削ぐ策を思いつき、支度に取り掛かった。一方三河の国では清康の叔父である松原信貞が宗家を継ぐべく一族に働きかけていた。これなんてどうでしょう。なんじゃこれは。積み木崩しの玩具にございます。面白いのですよ。これで竹千代君をおびき出しましょう。たわけ。こんな子供魂で戻るものか。竹千代君はまだ幼いですぞ。一人で逃げておるわけじゃない。あの安倍定義が連れて行ったのじゃ。安倍殿の親族が伊勢東部の領主であると聞きます。おそらくそこへ落ちたのではと。そこまで分かっておるなら捜索隊は向かっておろうが。いえ、まだに。すぐに派遣せよ。は、はは。信貞殿、仮に若君を見つけ出した後はいかがいたすきなのじゃ。そりゃ清康の子じゃ。いずれは宗家を継いでいただかねばならぬ。誠にそう思っておられるのじゃな。無論じゃ。ならば何故桜井の信貞殿がこの宗家の岡崎城に入り続けておるのじゃ。そりゃ若君が見つかるまで誰かが統率せねば松平は分裂となろう。清康の叔父であるわしこそがそれを担うべきと。亡き清康様の弟信孝殿はこの岡崎城の城代である若君の守役でもあった。信孝殿を岡崎城主とし、信貞殿は桜井城に戻るべきであると思うが。忠直殿、かたじけない。信孝は20を過ぎたばかり。当家の窮地を乗り切ることはできない。拙者は亡き兄上にとって変わるつもりはもうどうございません。信孝、よう申したぞ。ご隠居様。父上、何故岡崎に。酒井や石川から頼まれやってきたのじゃ。竹千代が見つかれば一族もまた一つとなろう。それまでは信貞が当主代理となり松平衆を率いるのじゃ。無論そのつもりじゃ。されど酒井の申す通り、そなたは桜井城に戻るのじゃ。岡崎城は当家の居城ですぞ。そこに当主代理の和紙がおらぬでは。それゆえじゃ。それゆえとは。当主代理のそなたが岡崎城に入っておっては、他の一門らは信貞が宗家を乗っ取ったと勘違いすることになろう。岡崎には信孝を入れ、そなたは所領である桜井城で指揮を取る。無益な混乱を避けるにはそれしかない。わかりました。信孝、竹千代は必ず戻ってこよう。そなたは当家の居城をしっかり守るのじゃぞ。はは、神明に誓って岡崎を死守いたしまする。うむ。安高。はっ。そなたは竹千代を連れて三河を出奔した安倍定義らの所領を抑えよ。そして岡崎に入る兄の信孝に代わって三次の領主となるのじゃ。かしこまりました。うむ。信貞、当家のこと頼んだぞ。はは、父上。分かっておろうな、信孝。そなたはあくまでも岡崎城の留守じゃ。以後わしの桜井松平が宗家代理となる。そのことしかと心に刻みおけよ。はは、当家のことはおじ上にお任せいたしまする。兄じゃ、そもそも安倍定義殿は何故若君を連れて三河を出奔したのだ。それがわからぬ。安倍政豊の乱心で清康兄者は森山の地で撃たれた。定義殿はその政豊の父ゆえ宗家が憎いのであれば若君を始末するはず。だが若君を助けるが五徳に岡崎から連れ出したのは不可解。噂で聞いたまでじゃが、政豊は父の仇と叫んで兄上に切りかかった。しかし父の定義は生きておった。その場にいた者は政豊の勘違いで起きたことだと言っておる。ならば若君を連れて逃げなくてもよかろうに。定義は誰よりも忠義に厚いかし、何者かの手にかかる前に若君を連れ出したと捉えるべきであろうな。誰のことに。以前より宗家の座を狙っておった信貞おじ上が怪しい。おじごが。ああ、桜井松平と水の家とは縁戚関係。その水の家と織田信秀は通じておると聞く。水野や織田の力を借り宗家の座を奪うつもりであったと。あくまで憶測ぞ。されどこのまま若君が見つからればおじごは宗家の座を得ることになりましょう。それだけは阻止せねばならん。なんとしても我らが甥っ子竹千代を見つけ出すぞ。登場上のキラ、持広様が何か知ってるやもしれん。安高、頼まれてくれんか。承知しました。形式上、桜井松原家当主、松原信貞が宗家代理として松原一族を統括していくことで決まったが、清康の弟、信高や安高をはじめ、多くの一門が信貞に心から従おうとは思っていなかった。それは清康の忘れ形見、竹千代がどこかで生きていると信じていたからだ。その竹千代は安倍定義と共に2年ほど伊勢の国に潜伏した後、足利御一家衆である平持色を頼り再び三河の地に入った。お、へぼしもようにあっておるぞ。はは、そなたの皆に、ま、死の昼の字を与えよう。そうじゃな、広忠でどうじゃ。松平広忠。うむ、そなたはこれより松平広忠じゃ。松平宗家を継ぐ立派なものの人なのじゃぞ。
はは。もちひろ様、こたびは誠無理難題をお聞き届けいただき感謝いたします。当家は代々松平宗家の絵も主演を務めていたのじゃ、無理難題なわけがあるまいて。されど若君が誠の宗家当主になるには多くの難題が待っております。このご恩に報いることが。母は女だと思わんでよい。三河の安寧は日与太殿の、そしてベドノの方にかかっておのを頼みまするぞ。母。佐田義殿。おう、忠豊殿、来てくれたか。ここにおられるが若君じゃ。竹千代、改め松平広忠ぞ。これは若殿、ご立派になられて。忠豊の険しい顔は相変わらずじゃな。は。忠豊殿、岡崎城にすぐにも入りたいのじゃが。岡崎城主となられた松平信孝様は若君のお戻りを心待ちにしておられる。案ずることはない。おう、岡崎城に信孝様が入っておられたは助かった。ならばすぐにも。ああ、護衛はわしに任せておけ。元服氏、名を松平広忠と改め、その足で岡崎城に向かった。しかしその道中、20機ほどの偵察隊に囲まれてしまった。そこの一行、止まれ。わしは松平不代の家臣、本田忠豊じゃ。怪しいものではない。その奥の若武者は誰じゃ。名を申せ。キラ様の大切な客人じゃ。お主に聞いておらぬか。刀を抜くとは、どこの家のものじゃ。この地での領跡は許されぬぞ。者ども、若武者を捕らえよ。はは、ふぐ。ふぐ、だ、誰じゃ。ここの領主、松平康隆じゃ。いや、康隆じゃと、誰に頼まれてきた。知らぬわけがなかろう。さあ、言われば、刃が、知恵もそうを貫くぞ。信貞、様、桜井松平の信貞じゃな。ああ、そうじゃ。早く解放せよ。若君の命を狙ったのじゃな。そうじゃ。苦しい。早くしろ。すぐに楽にしてやる。ぐぐ。安隆様、助けていただき、感謝いたします。おう、安倍貞義。やはり、そなたは、おじから若君を守るため、三河から連れ出しておったのじゃな。はい。松平信貞殿は、水野や織田と手を組み、宗家の座を奪う画策をしておりました。あの日、そのことを、拙者が清康様へ訴えようとしておりましたところ、突如、陣中で馬が暴れ出し、騒動を聞いた、せがれ、正豊は、わしが清康様に斬られたと勘違いし、あのような取り返しのつかない事態を引き起こしてしまったのです。噂は誠であったか。こちらにおられるが、清康様の嫡子、広忠様です。広忠か。良い意味をいただいたの。はは、おじうえ。桜井松平が、どのように動いてくるかは読めん。すぐにも岡崎城に向かい、策を立てるぞ。はは。三杉城主、松平康隆に助けられた広忠は、急ぎ岡崎城へ向かった。一方、刺客隊壊滅の知らせを受けた松平信貞は。何、逃したのか。申し訳ございません。役立たずめば。すぐ、切ってはなりませんぞ。すぐにも二間松平と上和田松平。あとは、上野城の酒井忠臣も呼びかけ、兵を挙げさせよ。もしや岡崎城を襲うので。ああ、竹千代が岡崎城に入ったことが、一族や国衆に知れてはまずい。安隆の知るところとなったのです。父上は竹千代の後見役として。たわけか。竹千代の叔父である信孝や安隆が後見役となれば習わし。このままでは、わしらの居場所はなくなる。松平宗家の嫡子に戦いを挑むことになるのですぞ。宗家を二分する大戦となってしまいまする。あれは、真っ赤な偽物じゃ。信孝や安隆は、竹千代を名乗る偽物を担ぎ上げ、実権を握ろうとしておる。偽物どもを始末してまいれ。知りませぬぞ。松平長近の計らいで、松平一族のバランスは何とか保っていたが、松平広忠の帰還が、松平を二分する事態を生んでしまった。若様、よくご無事で岡崎城に戻られましたな。おじうえ、拙者は元服氏広忠となったぞ。母広忠様、以後は宗家の当主として松平を束ねていかねばですな。うむ。まずいです。桜井の松平清貞殿が挙兵、ここへ向かっているとのこと。わしの帰還を祝してくれるか。違います。若殿の首を狙っての挙兵でしょう。なぜじゃ。いずれおじうえとは戦うことになろうと思っておった。その時が来たということ。確かに広忠様という宗家嫡子が入られたのですから、こちらに義はございますが、されどその周知がなされておらぬには、桜井や深間ら壁海衆と正面切って戦うは無策にございます。されど戦うしか手がなかろうに。桜井の後ろには水野や織田が控えているのです。戦うにせよいまではありません。もしや再び三河を出ると申すのではないだろうな。その通りです。信孝様は、確か、東三河の牧野氏を通じて、今川に縁があると聞いております。今川は、一昨年起きた花蔵の騒乱で、当主が今川義元に変わったばかりだが、そこは、今川と同族である、キラ様のお力添えもいただければなんとかなりましょう。まあ、手配はするが、攻めてくるおじらを止めることはできるのか。信孝様は、我らとお会いしていないことにしてください。あとは、大樹寺の和尚に仲立ちいただければ、兵を引きましょう。なるほどの。
よし、すぐ手配いたす。はは。岡崎の地に戻った松平広忠と安倍貞義であったが、松平を二分する戦いを避けるため、今度は東の今川を頼り、とうとう身に落ちていった。広忠や安倍の存在を隠しきったことで、攻める大義を失った松平清貞らの隊は兵を引き上げた。年が変わった天文7年1538年5月、隣国尾張の国では、織田信秀が足しげく名古屋城今川氏豊の館へ通っていた。おう、信秀殿待っておったぞ。いや、氏豊様の見事な神の国、どのような下の句を当てがおうかと、一晩寝ずに考えておりました。ほほほ、して、下の句は浮かんだが。お恥ずかしながら。ほほほ、恥ずかしがるでない。読んで聞かせよ。はは。では、氏豊様、神の句をお願いいたしまする。うむ。いいじゃありませんか、男なら。何をくよくよするものか。ほほ、そうきたが。よいぞよいぞ。ならば、真っ赤な奮闘士、ひいきしんねで。攻めまするな。なれば、行くぞ、この道、どこまでも。ほほほほ。いや、意外じゃ、信秀と呼んでやると心が和む。ありがたきお言葉。よし、とっておきの神子を出してやろうぞ。は、どうぞ。ババンババンバンバ、ババンババンバンバ。これは難題にございまするな。さあ、いかにする。されば、いい湯だなぁ、いい湯だなぁ。見事じゃの武士で、見事すぎるぞ。ほうほっこ、これ褒美じゃ。褒美などと。わしが温泉を好んでおるのを知っておったのか。以前、お供の方からちらっと。そうです、氏豊様は、足湯をご存知でしょうや。足湯じゃと、とつみみぞ。足だけを温泉につけることで、足先から心の臓を温め、強い体にする。今日で流行りの粋な万病対策にございまする。ほう、その足湯とやらで体を温めながら、ゆっくり月をめでたいの。拙者にお任せいただけましたなら、この屋敷に足湯をこしらえてみせまする。何、足湯をこの屋敷内にじゃと。はい、山城の足湯大工衆が、ちょうど古渡り場に入っております。一時、その者らを屋敷内に入れさせていただければ、一晩のうちに支度できまする。それは良いぞ。すぐにも足湯内工衆を招き入れよ。礼を始めぞ、ほろほろ。はは。この日の夕刻から、足湯大工衆を名乗る信秀の家臣が、疑われることもなく、名古屋城内に侵入した。女子供は切ってはならん。門はすべて開け逃がすのじゃ。金品を奪ったら、館に火をかけよ。氏豊様、大変です。屋敷が燃えておりまする。な、何？織田の旗を刺した者らが城内に流れ込んでおりまする。もう、もしや、信秀めか。すぐにも城を出ねば。くそ。こうして、織田信秀は、謀略をもって、名古屋城を奪った。殿、今川の者らは、皆、城から去った様子にございまする。いようやったぞ。秀貞は、権禄を連れ、明日にも、熱田港の制圧に向かうのじゃ。承知つかまつった。もう終わったのですか。ああ、森山衆の力を借りずとも奪えてしまったわい。さすが兄上。これで、熱田港も当家が抑えることができれば、お代の織田藤本の力は半減ぞ。藤本殿も、さすがに黙っておらぬでしょう。守護代の辰勝様には、この一件了承いただいておる。藤本が頼みとする松平も、今は当家の味方。誰も、藤本を助ける者などおるまい。なるほど。年内にも、この名古屋城を拡幅させ、わしの居城とする。諸畑から移ると。ああ、そうじゃ。ここなら、お隊上に目を光らせておくこともできるしな。諸畑城には。ひとまず、長子、信広城主とさせるつもりじゃ。はは。名古屋城を得た織田信秀は、この年のうちに名古屋城に入ると、ここを居城とし、愛知軍に勢力を拡大していった。しかし、信秀の思い通りに進まないことが起きた。それは、信秀の妹の嫁ぎ先である、桜井松平家の当主、松平信貞が、この年の11月に病で亡くなってしまったことだ。広忠の岡崎入りを阻止し、まがいなりにも松平一族を束ねていたトップが亡くなったことで、岡崎城の松平信孝は、今川領で伏せている広忠を呼び戻す動きに出た。これは、む、駿河別品じゃなかった。道家の法を定めた金目録じゃ。ここまで家法を定めておられるとは、すべて吉本様が書かれたので。まあな。違いまするぞ。吉本様の父君、先々代の氏親様にございます。言わぬでいいに。
広忠殿、駿河の暮らしには慣れましたかな。はい、寺の方々にもよくしていただき助かっておりまする。三河当地を吉良家からのご客人ゆえ粗相があってはなりませんからな。そうじゃ、桜井城主松平信貞殿が亡くなられたとの知らせが届きましたが、ご存知でしょうや。いや。なんと申された。松平信貞殿が亡くなられたと。まことのことに。三河には多くの感謝を放っております。その者らから同じ便りを送ってきましたので、間違いなかろうかと。これで岡崎城に戻れます。ここは焦らぬがよろしいかと。されど松平嫡流の血を引いておられるのはここにおられる広忠様なのです。すぐにも岡崎城に入り、松平の一族をまとめねば。信貞殿の嫡男清貞殿が桜井松平家を相続したとのこと。この松平清貞なる将がいかほどの器量を持っているのかを見定めてからでも遅くはなかろうかと。それでは。切磋琢磨が申されておるのだ。騎乗の頃合いは叔父上からの便りを待ってからとしようぞ。ははは。では切磋琢磨、今しばらく寺の世話になりまする。ごゆるりと。とっとと三河に返してしまえばよかろうに。広忠殿は松平の嫡流の主です。ここで返して、仮に合戦の末討ち死にでもされたら、それこそ三河平定に触りまする。まだ遠江が収まっておらんのじゃぞ。もう三河制圧のことを考えておるのか。松平に恩を売り、当家の参加豪族としてしっかり西三河の地盤を固めてもらわねばなりませんからな。もしや名古屋城を攻めた織田との戦までを想定しておると。いかにも松平衆が良き干渉として働きましょうぞ。つくづく恐ろしい僧侶の。松平信貞の死を知った広忠であったが、大変節制の中言を聞き入れ、駿河の地で西三河からの知らせを待つことにした。広忠が岡崎に入ることができるのはこれより10ヶ月ほど先のこととなる。一方、松平信貞の死を聞いた名古屋城の織田信秀は、機内から続々と農民らが熱田港まで逃げてきておる。その数五百はおるが、そなたの笠寺領内で受け入れてくれぬか。500ですか。新たに田畑を開墾せねば。すればよい。この農民からの年貢の上前は向こう3年は免除といたす。それでしたら500名お受けいたします。他国からの流民じゃからとこき使うでないぞ。はっはは。殿お呼びで。すまんな、忙しいところ。そなたに頼みたいことがあってな。もしやこの名古屋城を名古屋城に名を改めるなどとおっしゃられるのでは。正解。誠に。ははざれごと言おう。いや、実は嫡男にと考えておる貴公子のことじゃが、これがなかなか活発なやつで、林秀貞が手を焼いているそうな。秀貞の代わりに正秀が貴公子の森役となってくれぬかとな。拙者が貴公子様の森役に。ドタ御前にも話は通してある。わしは来年早々にも居城を古渡城に移すつもりじゃ。また拠点を変えるのですか。ああ、南に目を向けねばならなくなりそうゆえな。転居にどれほどの銭がかかるとお思いですか。正秀の腕の見せ所じゃの。ははあ。上本題じゃが、わしが古渡城に移りしの地の名古屋城主は貴公子とする。まだ5つですぞ。それゆえ森役のそなたがしっかり教育し当家嫡男として育てるのじゃ。いよいな。荷が重いですが精一杯務めまする。それでよい。殿、水野信元様が参られました。当世母お目通りが叶い誠に。堅苦しい挨拶はあすかぬ。はい、これはつまらぬものですが。ほう、エビせんべいとな。チタの名産品にございます。いろいろな味が楽しめるとあるが。はい、塩、ごま、梅、芋、わさび、イカスミ。いい、イカスミとな。耳にございまするぞ。まあありがたく受け取っておこう。して話とは何じゃ。昨年それがしの州と松平信貞が亡くなったことは存じておりましょう。信貞のせがれにわしの妹が嫁いでおるで、当の昔に知らせが入っておる。そうですよね。では松平広忠が岡崎城に入ったことは。松平広忠とは誰ぞ。さすがに存じておりませんでしたか。松平広忠とは森山の陣中で家臣に斬られた松平清康の嫡子です。なあ、何、竹千代とか申すせがれは亡くなっておったんじゃなかったのか。そのように伝わっておりましたが、実は阿部定義なる家臣が広忠を連れて4年もの間伊勢や駿河の各地で潜伏、そして舅の死をきっかけに今川や吉良の助けを得て岡崎城に入ったとのこと。あの清康の嫡男が入ったとなれば、
松平宗家当主広忠のもと一族が団結すると清康の時ほどではなかろうかと。されど東条や西条の吉良家の支持を得たことで三方軍や保井軍の松平一族は広忠支持を表明、桜井松平派であった暗礁松平も宗家に心中すると言い出し、桜井松平の清貞殿は劣勢となっております。広忠はまだ13のため、岡崎の松平の豚か三次の松平安高、この両王子が後見役として力を持ち出しており、松平の混乱に乗じて牧野氏の今橋城を奪った忠氏に対し牧野重胤の要請を受け東三河へ援軍を派兵してもいる状況。松平の豚かは今川との良しみも深めていると聞きます。野放しにしておいては尾張にとって危険な存在になろうかと。なるほどの王、わしが尾張を留守にする間二度も攻めてきたせこい清康のせがれがいかほどのものの譜であるか試してみてもよいの。では三河へ兵を出していただけると。古渡りへの拠点替えが控えておるで来年となろうが、妹の子の窮地はやはりわしが救ってやらねばの。頼もしいお言葉。まずはこの暗礁城、ここは元松平宗家の居城でもあった城。ここを落とすことで碧海軍の地侍らはこちらになびきましょうぞ。そうじゃな。されど二つばかり約束していただく。はっ。暗礁城を落とした暁には暗礁一帯は当家の領土とさせていただく。承知。もう一つ、そなたの父水野忠政殿を先鋒とさせる。父はもう高齢にござれば。あの者をわしは信用しておらぬ。清康による森山攻めの折は松平の先鋒として当家が守る森山城を攻めたと聞いておる。あの時は清康に従うしか当家の生きる道がなく、しぶしぶじゃからこそ先鋒となって暗礁城を攻めよと申しておる。先鋒なら父ではなく父だ。清康の命は聞けてわしの命は聞けぬと申すかと。そのようなことは。ならば今申した二つのことを誓う旨を記した忠政殿の直筆の起承文を送り届けるよう申し伝えよ。ことはそれからじゃ。ははは。承知つかまつった。年が変わった天文9年6月、織田信秀はついに西三河侵攻を開始した。先鋒を託された水野忠政は刈谷城から出陣すると牛田城で隊を参集させ兵2000で暗礁城を目指した。大高城から出た忠政の嫡男水野信元隊も500を引き地流の地で御詰めとして待機した。一方古渡り城を立った織田信秀は飛鳥神宮で戦勝祈願を済ませると三角二州山口範次の桜中村城に入った。信秀様、二日家城の主近藤景春の調略が成功し以後は織田家に忠節を誓うとのこと。いようやったぞ範次。母。水野隊より伝令、先方の水野忠政隊が牛田城を立ったとのこと。よし、わかった。我らはこれより靴掛け城まで陣を進める。統率を乱す者は誰であろうと容赦はせぬ。よいな。こうして織田水野の連合軍は総勢4000ほどの兵で暗礁城を目指し動き出した。その知らせは間もなく暗礁城の松平長家に伝わり、長家は即座に当主松平広忠へ援軍を要請した。しかし広忠は牛久保城の牧野重胤の要請を受け東三河渥美軍で戸田隊と対峙しているさなかであった。何、織田と水野の隊が暗礁城に迫っているだと。はっ。その数ざっと4000。暗礁城主松平長家様は近隣の一族に援軍を要請しておりますが、桜井松平、深野松平、藤井松平は援軍に難色を示しており、千もおらぬ暗礁城だけでは長くは持たないかと。水野隊の長は誰じゃ。先方を水野忠政隊が担っていると。何故父の盟友であった忠政殿が織田方についたのだ。若君、水野は当家と織田両家とつながっておったのがこれで表面化しましたな。信秀の妹は桜井松平に腰入れしているとも聞いておりますゆえ、鉄海軍の松平一族が反旗を翻し水野と織田を動かしたと捉えるべきかと。ここは主力を岡崎に戻し暗礁城の救援に向かうべきです。いや、それはならぬ。今橋城を落とさねば牧野殿との盟約に触る。今橋城を攻める策が定まっておらぬ今、川を挟んで対峙するのは時の無駄にございます。それよりも今は桜井松平の強大化を防がねばなりません。わしもそう思うぞ。安高までもが兄者は今川義元が遠富の混乱を鎮圧する間に東三河を当家の傘下にしておきたいのであろうが、西三河は当家の拠点、そこを脅かされては動くに動けなくなりまする。ならば全軍撤退せよと申すか。拙者の三次衆はここに残りましょう。
兄者は殿と共に暗礁城の救援に向かってくだされ。安高おじゅうえの進言で参るとしようぞ。良いですな、信高おじゅうえ。わかった。こうして松平安高の隊を残し、主力は西に向け東三河を絶った。しかしその頃には水の隊が暗礁城のすぐ南まで隊を進め、織田隊も北の山崎砦を奪い陣を置いていた。その知らせは続々と暗礁城に届けられた。大将は誠織田信秀なのだな。はっ、城より半に北の山崎砦を奪い、そこを陣所としております。こちらは城に入ってくれた領民含め千足らず、厚みの殿が援軍に駆けつけていただけたとしても、矢作川のとかも含め3日はかかろう。ここは隊を二手に分け奇襲するしかない。者どもこよい動く、出陣の支度に入れ。松平長家は隊を二手に分け奇襲する策を決めると、北の織田陣営、南の水野陣営に向け攻め込んだ。忠政様、ラッシュです。暗礁の陛下と思われます。想定通りぞ、慌てるでない。陣を固く守り応戦するよう指示せよ。はは、父ちゃん、その呼び方を改めようと何度申したらわかる。はっはは、およそ400ほどの暗礁兵がこの砦に向かってきております。やはり野衆か、広忠の援軍が間に合わぬと見た。この信秀の陣に攻め込む勇気だけは認めてやろう。者ども、敵兵は誰一人と手城に戻してはならんぞ。暗礁松原台の野衆は成功したかに見えたが、野衆を想定していた織田水野連合側が徐々に優勢となっていく。そこに北から暗礁松原の援軍が駆けつけた。殿、山崎砦で戦となっております。長家殿、早く野衆の策を取ったか。織田信秀を侮ってはならんと申しておいたのに。いかがしまする。助けるしかあるまい。我らは松平隊の加勢に向かう。全軍山崎砦に向け前進じゃ。殿、北より酒井様の援軍が向かってきております。おお、これはありがたい。皆の衆、隊列を立て直し押し返せつを。酒井隊が加わり、松平隊の士気は回復し、戦況は優勢に傾くかと思われたが、しかし倍以上の兵を覆すまでには至らなかった。信弘、北はわしに任せよ。そなたは権禄の隊を連れ敵将の隊に当たれ。されど敵将の顔を存じませぬ。わしも知らん。名は松平長家じゃ。かなり高齢だと聞く。あたさしに名が書かれているので。さあ行きましょうぞ。権禄頼むぞ。二陣までが突破されました。敵は野衆を見抜いておったのです。ここは城に戻りましょうぞ。仕方ないか。何その甲冑、そこそこの将と見た。名を申せ。ほう、武士であれば先に名乗るが筋でないのか。そうだな。それがしは織田信秀が長子、織田信広じゃ。信秀のせがれか。こやつの首を取れば式は逆転するぞ。お命頂戴いたす。おい、話が違うではないか。敵本陣に突っ込んでは危ないですぞ。権禄、助かったぞ。おのれ、長家様の敵する。どうやらこの首は敵の大将松平長家であったようです。信広様が討ち取ったのですぞ。いや、これは権禄が。織田信広様が敵将松平長家の首をお上げになったぞ。松平長家討ち死にの方はすぐにも伝わり、松平兵は戦場から次々に離散。織田信秀と対峙していた酒井忠直隊も合戦をやめ上野城に撤退していった。信秀は空が明るくなりだした頃、暗礁城を囲い、長家の首と引き換えに城を解除させ、暗礁城は織田の手に落ちた。忠政殿の忠義の失政、しかとこの目で拝ませてもらったぞ。はは、この勝利は大きなものとなりましょう。兄上。お、弟よ、こんなもんでよかったかの。えい、これで矢作川までの西三河はこちらの抑えたと言ってもよろしかろう。いや、敵の援軍として現れたもの、旗差しを見たが、あれは上野城の酒井忠直であろう。酒井が暗礁側で動きましたか。酒井忠直は松平宗家譜代家臣でありながらも、上野城を拠点に加茂郡南部を領する有力国衆であり、父の死後は松平とは距離を置く姿勢を見せておりましたが、小谷は暗礁松平に味方したと。あの者が率いていた数が少なかったから幸いしたが、一つ間違えればわしが撃たれていたやもしれぬ。そんなことは。何があるかわからぬのがこの乱世。酒井忠直という男をこちらにつけねば壁海軍は収まらぬぞ。では次は岡崎城ではなく上田城にと。そうせかぬでよかろう。まずは、壁海軍の地侍らを従わせ、そして酒井忠直の調略。
岡崎勢名はその後ぞ。ならば兄上はしばらく暗礁城に入ってくだされ。ああ、秋まではおるが、冬には終わりに戻ることとする。美濃の動きもあるゆえ、そう長く終わりお留守にもできぬでな。であれば暗礁城にはしかるべき城だよ。そうじゃが、松平長家の首を挙げたせがれ信広城代としようぞ。それならば申し分なかろう。おお、武勇高き信広殿であれば。ああ。両軍合わせて1000以上の犠牲を出したと伝わる第一次暗礁合戦は、織田、水の連合軍の勝利に終わった。暗礁松平の断絶、そして織田や水野を後ろ盾とする桜井松平の台頭により、松平広忠の描く松平一丸の目論みは早くも崩れてしまった。その後、織田信秀はしばらく暗礁城に留まり、鉄海軍の地侍らの切り崩しや、足利御一家衆である西条や東条の吉良一族への不戦協定を済ませると、長子信広に暗礁城を任せ、11月頃、尾張へ帰っていった。一方、岡崎城では、今後の方針で重臣らの意見が割れていた。今川義元殿を置いて他におらぬ。今川家はまだ遠江を沈めてもおらん。そんな今川家を頼っても援軍を得られる確証はない。だから何度も申しておろう。まずは牧野の古巣今橋城を落とし東海道を得る。その後今川の援軍として遠江で武功を挙げれば今川方に恩を売ることもできる。そして今川と対等な同盟を結ぶことで織田信秀もこれ以上の三河侵攻を躊躇することになろうぞ。こたびの織田の動きを見たであろう。東家主力が東三河に入った隙をついて攻め込んできた。遠江なんかに遠征でもしたら次はこの岡崎城が狙われることになるのですぞ。それは水野を野放しにしたからじゃ。知多の水野に。ああ、水野を動かす策があるのですな。聞かせていただきましょう。こいつ道衆の策じゃ。我らは今牧野重胤の要請に応じ戸田康光がせしめた今橋城を狙っておるが、この戸田と争っているのは我らだけではない。水野も知多半島の南部で戸田と争っておるのじゃ。つまり水野と当家は同じ戸田を敵としておる。水野を織田から当家に鞍替えさせると、水野忠政殿はしたたかな将、必ずやこの話に乗ってこよう。水野は信用できません。まあ定義、叔父上の申される御越道衆の策はあの孫子の軍略、ここは叔父上に任せてみようではないかと殿が申されるのでしたら。松平信孝の策が認められると、信孝自ら水野忠政の入る刈谷城に向かった。これは誠信孝殿ではござらんか。まさか敵自分にお越しいただけるとは。敵とは何故にございまするか。いや先発手の暗礁城で当家は織田の戦法を、水野家の縁戚である桜井松平に信秀の妹が嫁がれておりますからな。その義もあり、しぶしぶ参陣しておったとお見受けいたすが。しぶしぶと申すか。まあ暗礁の一件は水に流すとして、こたびは水野家と当家共に手を取り合う話をしに参った。ははは、何を言い出すかと思えば共に手を取り合い織田を攻めると申されるか。いえ、戸田です。戸田とそうです。知多軍の吹上以下南部は戸田保運を頭とする戸田一族が領しており、手を焼いていると聞いております。知っておりましたか。織田に組下も敵海の地に織田軍を入れ干渉地とさせたかったからにございませんか。そうすることで知多の南進に全力を注げまするからな。何が申したい。なので共に手を取り合い戸田を攻めようと申しておる。当家は厚みの戸田、そして水野家は知多の戸田。そうきましたか。して盟約を結ぶとあらば何かしら必要になってこよう。盟約の証にございますな。そうです、こちらは以前兄清康と結んだ忠政殿の娘お大姫を当家主広忠に嫁がせる旨の結盤状。これは忘れたとは言わせませんぞ。拙者も隣の部屋で話を聞かせていただいておりましたからな。残っておったとは。主広忠は今年で14、お大の姫様は13くらいでしょうや。12です。そうか、うむ、共に頃合いではないか。水野の姫様を松平宗家広忠の正妻として嫁ぐことでこの盟約の成立としようではないか。それは異論あるまいな。わかった。松平信孝の計り事は見事成功し、この翌年松平宗家に水野忠政の娘お大姫が正妻として嫁いだことで婚姻同盟は成立となった。このことを知った織田信秀であったが、水野や松平に構っていられない状況となっていた。それは数年前より始まった尾張の北、美濃の国の守護職をめぐる騒乱に加担しなければならない状況であったからだ。信秀は美濃の守護代斎藤利政により追放され、尾張に逃れていた美濃守護沖義則の要請に応じ、たびたび美濃へ出兵し、越前の朝倉総敵隊と共に利政と戦っていた。そのこともあり、西三河での緊張は緩み、
水野家は知多の南部へ、松平宗家は牧野と共に厚見の戸田と戦う状況となった。この情勢が3年ほど続く間、松平宗家にとって転換点となる問題が起きる。それは松平広忠の叔父であり、信孝の弟である三杉城主松平康隆が病で亡くなったことだった。水野との同盟の成功など宗家内で力を高めてきた信孝は、ここで思いもよらぬ行動に出る。弟の急死で領民に混乱を生じさせないためとの理由で、弟の領土を我が物にしてしまったのだ。水野家や今川家とのつながりを強く持つ信孝は、当主広忠をないがしろに好き勝手に祭りごとを動かしていくようになり、そんな信孝に松平譜代家臣らは不満を抱き始めていた。竹千代、父ちゃんでしよ、わかりましか。わかるわけないでしょ。そんな言い方をせぬでも。殿、ここにおられましたか。いかがした、定吉。またも、信孝殿が勝手なことを。またか、こたびは何じゃ。はっ、新福寺の改築寄進を、お牛松平だけで負担しろと。はあ、困ったもんだ。安高殿の喪が明けぬ前から、所領を勝手にせしめたり、今川の大名御将と、密かに会われ、約定を結んでいたりと。殿をないがしろにしすぎております。次会ったらきつく申しておく。もう何度ですか。それでは効果がないのです。厚見軍への度重なる出兵が国衆らを疲弊させており、このままでは宗家を見限る者らが増えていきまするぞ。大変だ。忠助まで、いかがした。城に蓄えておった一千貫もの銭を信孝様が駿河へ持っていかれた。年始の挨拶に一千貫も持っていったと。は、はい。これでは一度戦となれば当家は身動きが取れなくなります。おじ上はなぜにそこまで勝手をなさるのだ。殿に無断で当家の銭を使うは、たとえ一文であろうと大罪にございまする。これを見過ごしては奉公する者らの心が離れていくは必定。お家内部から崩壊してしまいます。どうしろと申すのじゃ。殿の命にて信孝殿に隠居してもらうしかないかと。隠居だと。安高おじ上が亡くなったばかりぞ。さらに信孝おじ上までかけては道家は立ち行かん。その信孝殿がこの家を立ち行かなくさせようとしておるのです。聞こえてきたぞ、ゲホゲホ。ひいじい様、こんな寒い中起きては体に触りまする。案ずるでない、ゲホゲホ。ここは君主であるそなたの決断を求められるところぞ。さあどうする、広忠。全くわかりません。信孝は元はそなたの森役、いわば父のようなものであるから、その父を排除するのは確かに辛いことじゃろう。されど一昨年、甲斐の武田晴信は当主である父武田信虎が駿河の今川館に向かった時を狙い、国境を封鎖、父を帰国させず追放し当主の座についたと聞く。聞いたことがあります。晴信はそなたとさほど弱いは変わらぬぞ。君主に欠かせぬものは血筋でも威厳でも思想でもない。決断できるかどうかじゃ。つまりおじ上を追放しろと。追放せぬ決断をするもよい。安倍や石川をしっかり論破するだけの根拠が示せるのならな。ゲホゲホ。わかりましたゆえ、どこに戻って休んでくだされ。誰ぞ。はっ。さあ論破してくだされ。はあ、仕方あるまい。信孝おじ上には出家し隠居していただく。よくぞご決断なされました、本田殿。ここだ。例の件すぐにも手配を。承知だ。おい、手際が良すぎないか。松平広忠は苦渋の決断で叔父の松平信孝に出家を命じることを決めた。これにより信孝の所領は全て没収となり、館はことごとく破却された。駿河から戻る道中の牛久保城でこの事変を知った信孝は到底納得できず、駿河に戻り今川義元に復帰できるよう直談判するも、義元はそれに応じなかった。怒りが収まらない信孝は水野忠政を頼るべく知多郡小川城に入るも、忠政は病床に伏した状況であり、祭りごとを采配する力は残っておらず、この年の8月この世を去った。水野忠政の死と松平信孝の追放でひどく動揺したのは、忠政の後を継いだ水野信元であった。信孝殿、どうしてこうなったのじゃ。忠政殿は伝令にござれば、父の死と信孝殿の追放が何故同時期に起きたのじゃと問うておる。安倍定義じゃ。あやつは何かにつけわしのやることにケチをつけてきよった。広忠は安倍に言いくるめられただけ。当家はそなたが松平の後見役だからこそ、妹の隊を制裁として嫁がせたのじゃ。それがこれでは単なる人質と化しておるではないか。わしがいなければ松平の情勢は一気に不安定となるであろう。わしのことを父と慕っておる広忠のことじゃ。すぐにも気丈の命が入ろうで、案ずるな。案ずるわ。残念な知らせが。残念なことなら申すな。わしへの知らせじゃ。そうでしたな。申せ。はっ。
桜井松平家当主松平清貞殿城内でお亡くなりに。ここに来てわしや信秀殿の義弟までもが暗殺やも知れぬ松平広忠に殺されたと申すか。広忠は何も知らぬでしょうが、おそらくは安倍か大久保か石川あたりの刺客かと。これで織田と松平をつなぐ者はなくなったか。水野と織田をつなぐ者もなくなったのでは。そうなるのか。さてどうされます。織田姫のつながりを重視し松平宗家と手を結び戸田や織田と戦う道か、それとも織田と戦うことだけは避けねばならん。それともと申したが何か策があるのか。ええ、それがしが敵海軍で立ち上がるのです。暗礁上の織田信広殿に頼み、そうですな、この山崎砦をそれがしの拠点とさせていただく。その上で調略の開始じゃ。まずはこの上野城の酒井忠直、この者とはかねてより実婚の中必ずやこちら側へ寝返らせてみせましょう。酒井が味方となれば敵海軍の松平衆を束ねることくらい造作もない。仕上げは遠江の統治を終えた今川義元様を味方とし、西と東から挟み撃つとする。今川までも動かすことができるのか。今川義元様は欲深きお方こと、性欲に関しては性欲者と。おっとそれはお忘れを。義元様は駿河から伊勢に至るまでの街道を斧が手に収めると申しておった。必ずや動いてくれようぞ。広寺殿との決別か。父が他界された今そなたの申す策にかけるしかないか。されど妹の命は同盟が破棄となれば離縁となり戻されるが慣例、あとは姫様のお心一つかと。離縁となればよいが。では暗礁上の織田信広様に一筆お願いいたしまする。心得た。家督を継いだ水野信元は松平信孝の策を聞き入れ、松平広忠を見限り織田信秀とのつながりを強化する方針に切り替え即動いた。信孝はその年のうちにも暗礁城に入り、織田信広の許しを得て山崎砦に入ると居城とするべく車を確保していった。同時に上野城の酒井忠直の調略を成功させ、家督を継いだばかりの桜井城の松平家継や深間城の松平親としらを次々と引き込んでいった。また矢作川東の上和田城主松平忠友も安倍定義との不仲が原因で信孝側に寝返った。この状況は逐一岡崎城の松平広忠に届けられた。殿、水野信元殿より書状が届いております。ほう。水野殿はなんと叔父上の追放を受け当家との同盟を破棄したいとのこと。なんと山崎に城を構えた松平信孝の調略か。であろうな。当家不退家臣の中でも筆頭格の甲高を持つ上野城の酒井忠直も当家を見限った。上和田の松平忠豊が松平の仏蔵向方の一族も鞍替えしていると聞きます。殿、ここらで手を打たねばなりませんぞ。さあゲホゲホどうする広忠。ひいじい様まだ生きてらしたので。殿、言葉をお選びくだされ。これは面目ない。よいよい、こたびも決断の時だと申されるのですよね。分かっておるな。ならばそなたの決断を皆に伝えるのじゃ。はは、わしは二つのことを決断する。殿、その前にこの場に安倍殿の姿がありませんぞ。安倍殿を抜きに進めては。わしの決断については先に定義には相談済みだ。それならばまず一つが。ちょっと待った。お代、ここは軍旗の場所。私と離縁するとは誠のことに。ああ申し訳ない。水野家との同盟が消滅したゆえそなたは実家に帰れと。ああえ、いつ？すぐにでもよい？あれ、まあ帰りたいのなら。やった、安倍殿がうさんくさくて嫌いだったのよ。これで解放されるわ。あなた様お達者で。竹千代は置いていけよ。カカ様。さあ竹千代はこっちだ。なんだっけか。殿の二つの決断を。そうそう、一つ目が当家は戸田家と同盟を結ぶこととする。戸田とは渥美軍の戸田に。そうじゃ。これまで牛久保城の牧野重胤の要請に応じ戸田康光の今橋城を攻めておった。されどこの牧野は信孝叔父へと通じておるもの。この先牧野の要請に応えることはせぬ。そして水野が同盟破棄を申してきたということは水野と敵対する戸田にとって同家と結ぶことに益を覚えよう。なるほど、信孝派の牧野との手切れにとどまらず戸田と組みするですか。考えられましたな。うむ、その昔同家と戸田家とは京の御所で奉公していた間柄、忠重が使者となれば必ずや締結となろう。それがしが戸田への使者と。頼むぞ、そなたに当家の命運がかかっておる。ははい、必ずや成し遂げてみせまする。うむ、そしてもう一つ。殿、ただいま戻りましたぞ。おう、まさに今言おうと思っておったところじゃ。ならば二つ目の決断は定義から皆に申せ。では僭越ながら
話は遡ること先代の謎光公の声。待て、話が長くなりそうじゃ。先代からでよい。それでは端折りすぎて伝わりません。先代からじゃ。先代清康公が晴れて三河国主となられた暁に変えられる予定であったもの、皆の者心して拝願するのじゃ。これぞ賀茂明神の御神門に三河太平を願って描かれた三つ葉左葵どもへの門である。これを以後当家の家紋とする。おお、美しい家紋じゃ。であろう、わしも気に入っておるぞ。急ぎご中心。藤明、美濃のことだな。はい。織田信秀率いる尾張軍は西濃にある斎藤方の拠点大垣城を陥落させ稲葉山城へ迫っておりまする。越前の朝倉軍も加わり斎藤側は劣勢とのこと。今のうちに暗礁城を取り戻すべきぞ。殿、信秀が美濃におるからといえどまだ時期尚早かと。そうです、まずは戸田との同盟を結ぶが先にございまするぞ。いや実は斎藤利政殿から織田を攻めてほしいとの要請が入っておったのじゃ。そうでしたか。されど動くは今ではありませんぞ。わかった、まずは戸田と結び東三河を沈めてからとしようぞ。皆の衆頼むぞ。松平信長の追放により水野家との同盟が破棄となったことで、広忠は渥美軍を支配する戸田康光との同盟に動いた。同盟交渉はトントン拍子に進み、戸田康光の娘を広忠の軽室として迎えることで成立となった。こうしてこれまで手を組んできた牧野重胤が今度は敵となる構図に変わったのだ。ここまでは広忠の筋書き通りであったが、戸田家との同盟には大きな落とし穴が潜んでいた。それは今川領である東東部の国浜名郡宇都山城の朝比奈康長や和千ヶ谷城の西郷正勝らと戸田はすでに交戦状態であったことだ。これにより今川は松平宗家を敵対国衆とみなしていくことになる。それから半年ほど時が進み、美濃に侵攻していた織田信秀軍は斎藤利政の居城稲葉山城まで詰め寄っていた。信秀は田畑や村を焼き討ちし、利政を城からおびき出そうとするも斎藤軍は城から動かなかった。日が暮れだし織田軍は一旦引く動きを取ると、その時を見逃さず利政は奇襲策を発動。不意をつかれた織田軍は混乱に陥り軍は壊滅。信秀の弟織田信康をはじめ数千の兵を失う大敗を喫した。敵図を追った信秀はわずかな家臣に守られ終わりに撤退していった。いてて、もうそっと優しく巻いてくれ。このくらい我慢しなさい。いてて。こたびの敗戦は美濃の守護を得た斎藤利政の力を強めてしまいましたな。もしや越前の朝倉軍も敗れたのか。道家の撤退を知り時頼泉様と共に朝倉軍は越前に引き上げたとのこと。そうか。親方様、西三河の松平信孝殿がお目通りを願っておりますが。信孝、確か清康の弟で松平広忠に追放されたものじゃったな。いかにも信弘様の許しを得ておるとも申しておりますが。信弘は人が良いでのう。まあ、あやつの顔を立て会ってやるか。信孝殿のみ客前通しておけ。はは、お初に御意を得ます。鉄海軍山崎城主松平信孝にございます。うう、わしが信秀ぞ。して信弘に許しを得て参ったと申すが何用じゃ。は、岡崎城を奪うがため、いや松平宗家の座を得るため信秀様のお力をお借りしたくまかりこしました。ははは、何故そなたの野心にわしが付き合わねばならぬ。松平広忠は暗礁城をはじめ西三河領の回復を狙っており、その手始めに渥美軍の戸田と同盟を結んだとのよし。この渥美や知多南部を領する戸田は屈強な水軍を有しております。松平と戸田がいつ知多軍や鉄海軍に攻め込んできてもおかしくはない状況。その前に先手を打ちたいと。いかにも鴨軍西の酒井忠直殿もこちら側にご売りいただけるとの役も取り付けておりますれば。なんと、あの地望者酒井忠直を引き込んでおるのか。はっ、かねてよりそれがしとは懇意の仲ゆえ。なるほどの。してわしが動くとなればそれ相応の見返りが必要となるぞ。三河守護となられるのはいかがに。三河の国主にじゃと。いかにも尾張では守護千葉吉宗様がおられますし、奉公先の清洲だけと今対立するは厳しいかと。されど隣国三河で守護となられれば立場は逆転。清洲や岩倉織田を滅亡させ、そして千葉吉宗様を追放し尾張守護も得ることだって夢ではなかろうかと。お、尾張三河二国の守護を目指せと申すか。さようです。信孝殿、恐ろしいことをさらっと申したが、してそなたは何が望みぞ。それがしの望みは先にも申しましたが、松平宗家の相続、そして三河守護代の役を与えていただければと。悪い話ではない。
されど、身の可能口敗体の傷が癒えるまでは動けぬで。やはり、まだ刀傷が痛みまするか。わしの傷のことではない。大あり全体のことを示しておるのじゃ。はは。追って沙汰する。は、では、ごめん。三河下の件は夢物語としても悪い話ではありませんな。やはりそう思うか。はい、こたびの敗戦で信秀様の威信は下がっておりまする。その挽回を再び斎藤攻めであてがうよりも三河を切り崩す方がよっぽど楽にございますからな。それに美濃攻めはあくまで時家を下へ返り咲かせるがための義の戦されど、三河攻めは領土拡大富国強兵につながるゆえな。いかにもです。今川義元が遠江を制圧し東三河を狙っておるとも聞いております。今は敵対こそしておりませんが、今川氏と淀の名古屋城から追い出したことを口実に道家と交戦へ持ち込んでくることも考えられます。それを見越し早い段階で西三河を抑えておくは寛容であり定石かと。そうじゃな。うん、来年にも動くとするか。松平側に悟られぬようゆっくり兵端を靴掛け城に運んでおき、あと水野信元には南北の戸田攻めを強めよと伝えるのじゃ。はは。こうして織田信秀は三河の領土拡大を目論み、静かに戦支度を進めた。それから1年ほどが過ぎた天文14年9月、美濃での大敗で織田信秀の力が衰退し士気が低いであろうと捉えた松平広忠は丘陵回復へと動き出した。忠次、上野城の酒井忠直から返答は入ったか。それが、宗家の指示は受けぬとの一点張り。親族のそなたが頼んでも動かぬか。申し訳ございません。もうよい。そうじゃ、竹千代が陸刀を学びたいと駄々をこねておる。わしは陸刀を知らぬが、近似のそなたに頼めるか。熟知しておりますれば。おう、ならば頼む。母。陸刀とは古代中国の兵法書で太公望与将が。陸刀の話はどうでもよい。忠直の動きを案じておるのだ。忠直殿は道家の宿老なのです。信孝殿追放の一件で腑に落ちぬところがあるのでしょうか。敵方として兵を挙げるまではせぬかと。そう願いたいものじゃ。よし、皆の衆聞くのじゃ。破竹の勢いを見せた織田勢も美濃での大敗で今や息をしておるのかもわからぬ。この時こそ後期安庄城を奪い返し丘陵奪還ののろしとしようぞ。大は大きく見てに分ける。まず長沢松平の近広隊、五位松平の元宗隊は牛久保の牧の重種を牽制。東条松平の吉春隊は神和田の南まで進軍し敵方となった神和田城の松平忠友を牽制。そしてわしが率いる主力は矢作川を渡り北より山崎城と安庄城を同時に攻めるぞ。水野隊が安庄の援軍として駆けつけてきた時は、水野信元は下南部で戸田勢と対峙していると聞く。安庄に援軍を差し向ける余裕はなかろう。はは。よし、出陣は明後日とする。皆の衆、支度に入れ。こうして安庄城を奪還するべく松平広忠が兵を挙げたことで第二次安庄合戦は始まった。岡崎城、平岩城、野宮方から出陣した各隊は順次矢作川を渡過すると東海道を西へ向かい観音寺で布陣。この動きはすぐにも山崎城の松平信孝に届けられた。広忠も本陣におるのだな。あ、敵数はおよそ3000。隊を二手に分け山崎と安庄へ同時に攻めかかる算段かと。ようわかった。そなたすぐにも安庄城へ向かい信広殿に城を出てはならぬと伝えてまいれ。はは。当主自ら来るとは飛んで火にいる夏の虫ぞ。者ども急ぎ敵襲に備えよ。国場隊もすべて陣に入った。いつでも動けるぞ。うむ、野見衆は山崎城の囲みを頼みまする。承知した。皆の者、時をかけては敵の援軍を呼ばれてしまう。力攻めで一気に安庄城を落とすしかない。よいな。上将は織田信秀の長子信弘、一門の長老松平長家を討った憎き奴じゃ。必ずや討ち取り安庄松平家を我らで復興させようぞ。よし、安庄城に向け出陣だ。のみ松平隊を山崎城にあてがうと、本隊は安庄城へ向け陣を進めた。織田信広は城を出ず籠城を選択したため松平本隊は悠々と城前まで進軍し布陣した。敵は籠城し御詰めを待つ気じゃ。指揮は我らが上ぞ。よし、全軍。殿、北西から敵軍が向かってきます。敵軍だと。木工門畑、間違いなく織田の隊で。くそ、敵襲に備え布陣を変えるぞ。信光、敵は3000ほどじゃ。しかも広忠自ら参陣しておるとのことぞ。ここで広忠を討ち取れば西三河をあっという間に手に入れられますな。そういうこと。
こちらは2000しかおらぬが、我らに気づき布陣される前に敵の横腹を砕く。権禄と共に先陣を頼むぞ。承知した。広忠逃げるでないぞ。全軍敵本陣に向け突撃じゃ。岡崎城に潜んでいた患者によって広忠の挙兵をあらかじめ掴んでいた織田信秀は、前日には楠影城に入り松平の動きを見張っていたのだ。おりゃつぶ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 ば、化け物か。と、殿、援軍の大将は織田信秀とのこと。なんじゃと、信秀自ら来たのか。そのことが足軽らに伝われば、動揺し逃げ出す者も現れます。ここは一旦兵を引き、信秀がおるのなら話は早いではないか。ここで決戦ぞ。全軍ひるむでない。前進し敵将信秀を討ち取れ。と、殿。織田信秀が来ていることを知った松平広忠は、ここで一気に決着をつけようと隊を鼓舞した。しかし大久保の危惧した通り、織田信秀の名を聞いた途端に松平兵は弱腰となり、次々に隊から逃げ出し始めた。殿、このままでは本陣が危ういです。拙者の隊が敵の目を引きつけまするゆえ、その間に山崎城を囲む重近殿の隊と合流下され。まだ終わっていないぞ。終わらせるためにも殿には一旦ここを離れていただく必要があるのです。わかった。ただとよ、死んではならぬぞ。良いな。母、親父、いかがする？そなたは殿の神狩りを務めよう。敵の目を引きつけるはわしだけで十分じゃ。死ぬ気で戦場に赴くとあらば、いつでも死ぬる覚悟ぞ。殿、広忠様を頼むぞ。親父、わしが松平広忠じゃ。わしの首が欲しけりゃかかってこい。待てい、広忠。重臣本田忠豊が広忠の身代わりとなり敵陣に突撃。織田軍の目が忠豊に向けられている隙に、広忠は東へ抜け、松平重親隊と合流すると岡崎城へ撤退していった。そして敵陣に飛び込んだ本田忠豊は、この地で壮烈な討ち死にを遂げることとなった。この決戦により織田信秀の名声は上がり、対照的に松平三角国衆らの士気は一気に低下した。年が変わり天文15年に入って間もない頃、広忠を悩ます新たな脅威が東三河で発生した。大元節祭を総大将とする今川軍が本格的な戸田攻めを開始したのだ。戸田康光の要請に応え、広忠は援軍を送るも、牛久保城の牧野隊に阻まれ進めず、その間に天野影安隊、井伊直盛隊、朝比奈安永隊ら今川勢の猛攻を受け、二連騎城を陥落し、城主戸田信成は討ち死に。今橋城にこもる戸田康光も必死に抵抗するも力負けし、今川へ降伏した。知多半島も水野信元の軍勢に駆逐され、戸田の領土は残すところ戸田康光の嫡男高光がこもる田原城だけとなってしまった。この状況に岡崎城では毎日のように軍議が開かれていた。長沢松平家当主松平親広様、牧野や西郷勢に攻められ今川に降伏したとのよし。くそ、これで五位松平、竹の谷松平、片野原松平に続き四つ目か。今川までを敵に回してしまったは痛い。殿、手をこまねいていては始まりませぬ。当家に反旗を掲げたこの神和田松平家を滅ぼし、はず軍に抜ける街道を回復しましょうぞ。またも同族を潰せと申すか。神和田には何度も貴族を訴えたが、忠友殿の意志は固いです。本田殿も言われる通り、この神和田が織田方である以上、敵は安全に矢作川を渡過できてしまうのです。それを防ぐ上でも神和田攻めはせねばなりますまい。二人の申す通りだな。忠助、岡崎の留守を頼むぞ。母、殿、神和田を攻めることに反対はいたしません。されど西の織田と東の今川、どちらとも戦うは無謀にございまする。そんなことはないと強がってみたいところだが、定義の申す通りか。織田方に松平信孝の国している以上、ここは今川の軍門に下るの一択かと存じます。田原城で戦っておる戸田高光はさぞ怒るであろうの。戸田と今川はそもそも争っておったのです。気になされることではありませんぞ。そうだな。よし、定義、使者として今川家の参謀大元節祭殿と会ってきてくれぬか。はは、今川はおそらく竹千代君を人質にと要求してきましょう。ああ、承知しておると。はっ、この定義、必ずや今川との和議を取りなしてみせまする。頼んだぞ。よし、我らは明日早朝神和田攻めに向かうぞ。切羽詰まった松平広忠は、近場の敵である神和田城攻めに向かうことを決めた。しかしこの動きは山崎城の松平信孝に読まれていた。信広殿、広忠のやつ案の定神和田攻めに動きましたぞ。そうかそうか、ならば我らは神和田の援軍に向かおうぞ。違いまするぞ。この機に岡崎城を攻め埋まってしまうのです。おお、そうであったな。楠
掛城の父にも急ぎ伝えておこうぞ。頼みまする。松原信孝の要請に応じ、安庄城からは大将の織田信広隊、水野家家臣牛田城の牛田正興隊も駆けつけ、総勢3000ほどの隊が東に進軍。その頃、上和田城では松平本隊による城攻めが始まっていた。さほど大きくない城のため、ほどなくして城は落ち、城主松平忠友を討ち取った。おう、家計重忠が忠友を討ったか。褒美を弾んでやらねばならんな。家計も喜びましょう。と、殿、大変です。いかがした？岡崎城に織田信広の軍勢が迫っておりまする。なんだと。数は3000はおるかと。いかん、守兵だけでは持たぬ。すぐにも岡崎城へ引き返す。上和田城はいかがしまする？忠友は討ったのじゃ、捨ておけ。それよりも竹千代が危ない。急ぎ戻るぞ。織田軍の進行を聞いた広忠はすぐさま北に軍を進めた。その頃、300ほどの守兵で守る岡崎城は織田勢の猛攻に必死で防戦するも多勢に無勢。間もなくして北門が突破され、車内に織田兵が乱入した。忠助様、もうこの城はダメです。竹千代様を連れ逃げましょうぞ。致し方ない。さあ竹千代君、拙者と共に。おう、久々じゃのう、忠助。の、信孝殿、な、何故こうも早くここに。はは、もう忘れたのか。ここは、元はわしの居城ぞ。屋敷への隠し道を変えておらなんだとは、愚かよのう。さあ、観念して、竹千代を渡すのじゃ。それはできん。その昔、銭の調達で、そなたには恩があるゆえ切りたくはない。さあ、竹千代をよこせ。若様を殺める気であろうが。殺めはせぬ。広忠との交渉に使わせてもらうだけのこと。偽りを申せ、ルフ。信孝殿、撤退じゃ。撤退じゃと。海城と平岩城の松平隊が城に向かってきておる。広忠の隊も神話だから急ぎ返してきているとのことじゃ。城にこもればよかろうに。じきに信秀殿の援軍が到着されよう。殿は二日家から向かってきておるのじゃ。まだ川向こうぞ。それに撤退は総大将信広様の命じゃ。ち、まあ岡崎城は次の木とするか。さあ竹千代、行くぞ。どこに行くのです？岡崎城を取り戻す寸前のところで撤退の命が入り、松平信孝はしぶしぶそれに従うと竹千代を連れ西に引き上げていった。その翌日、日が昇り出した頃、松平広忠はまだ火の手が残る岡崎城に入った。竹千代が信孝に捕らえられたじゃと。もう申し訳ございません。すべては首相である拙者の落ち度、竹千代様を奪われた攻めをここで自害させていただきたく。ならぬ。この城に300ほどしか残さなかったわしが悪いのじゃ。そなたが攻めを感じることではない。それに、野宮平岩に即座に援軍を要請しておったからこそ、この当家の居城が失われずに済んだ。石川忠助、褒めて使わす。ははされど、今川西社に向かって安倍殿はどうされます？このまま待つこととする。いや、されど、人質として差し出す竹千代君がおられぬでは。今川がどのように当家を見ているかを確認してからでも遅くはなかろう。それもそうですが。かろうじて居城岡崎城を奪われずに済んだ広忠であったが、嫡男竹千代を織田に奪われたことで新たな問題が浮上してしまった。そのことを知らない安倍定義は、今橋城改め吉田城に入っている大元節祭との交渉に何とかこぎつけ、竹千代を人質として差し出すことを条件に今川の従属国衆となる和議を成立させた。こうして西三河の戦況は織田対松平の構図から織田対今川の構図へと変わり、それは同時に遡ること松平信光の代より保ってきた独立国衆松平家の消滅を意味していた。年が変わった天文17年3月、掛川城で指揮を取る今川義元のもとに三河の情勢を伝えるべく大元節祭が入った。目掛けを探しに来ているのですか？おっと、節祭。三河を離れてよいのか？義元様に呼ばれたゆえ参ったのですぞ。おう、そうじゃったな。松平のことじゃが、どうも人質の嫡男を織田方に奪われたと聞いた。ええ、吉田城でそれがしも聞きました。人質を出さぬための方便ではないのか？広忠殿の嫡子竹千代が尾張に運ばれたと複数の感謝の知らせを受けておりますゆえ誠のことでしょう。うむ、ならば信秀はその竹千代を使い松平広忠を取り込もうと図るであろうの。さようかと。殿、尾張で動きが。申せ。はっ。織田信秀が古渡城を破却し、新たに築いた末盛城に入ったと。また、主力を靴掛城に移してもおります。再び、岡崎城を攻める支度に入ったかと思われまする。岡崎城を落とされてはまずい。節祭、厚みの戸田攻めは片付きそうか？それが難航しておりまする。現在、
戸田高光のこもる田原城を、朝比奈安永隊、天の影安隊、井伊直森隊が攻めておりますが、籠城兵の士気は高く、また、領民らの夜襲をたびたび受けるなどもあり、攻め手を欠いておりまする。今は、田原城を落とすことよりも、織田の侵攻を防ぐことが優先じゃ。摂斎は総大将として岡部隊と合流し、この山中城に入り本陣とせよ。牧野や西郷の東三河州はこの大平に、田原攻めの隊はこの大草へ向かわせよ。あとは織田軍の動きを見て摂斎が策を立てるのじゃ。かしこまりました。安吉、そなたを副将に任ずる。摂斎と共に山中の本陣に入り軍を鼓舞するのじゃ。承知つかまつりました。織田信秀との決戦を覚悟した今川義元は、大将大元摂斎、副将朝比奈康義とする総勢1万ともなる今川主力を東三河に向かわせた。その知らせは安庄城に入った織田信秀に届けられた。今川の主力が山中城に集まり出したとな。はっ、その数7000は優に超えるかと。大将は誰じゃ。大元摂斎と聞いておりまする。坊主のくせに侍の真似事をしておるものじゃな。わしの説法でも聞かせてやろうかの。父上、されど今橋城をあっさり落としたは摂斎の策略だったとも聞きます。侮ってはならぬかと。ははは、信広、そなた摂斎と戦うのが怖いのじゃな。そんなことは。して岡崎城の松平広忠の動きは掴んでおるか。籠城の構えを取っておりまする。いや、はり当家に鞍替えする気はないか。竹千代のことは諦めるとの返書も届いておりますれば。ち、価値のない小僧ってわけか。親方様、刈谷城の水野信元殿から文が届いておりまする。ほう、見せよう。おお、信長、よう働いたぞ。信長のやつ、初陣だとかはしゃいでおったくせに大浜の田畑に火を放っただけで戻ってしまったと聞いておりますが。うん、そうなのじゃが、その放火が功を奏して西条城の吉良義康が当家側につくと決めたそうな。吉良なんぞ大した力もありませんぞ。もそっと見識を広めよう。遡ること鎌倉の時代、有力御家人であった足利義氏の長子長氏が三河の吉良の師匠、地頭職を務めたことから、吉良長氏と名乗り、今も幕府一門として西条吉良家はその価格を有しておる。ちなみにその長氏の次男国氏が吉良の分家として羽津郡今川の師匠を与えられたことから、今川国氏と名乗り、その孫にあたる今川乗国の代で鶴が遠江の死後となり、今川義元に至っておる。帰するところ今川と吉良は同族であると。そうじゃ。そして今川は吉良の所流にあたるゆえ価格ではしたということを。そして当家はもっとしたと。うるさい秀貞。ははそなたは水野信元と共に西条城に入り、吉良義康殿からこたびの戦の大義をいただくよう動け。承知です。吉良家が我らの後ろ盾となれば、今川軍なんぞ恐るるに足らん。異様しやすよい動くぞ。我が軍は織田信広を先方に、順次矢作川音貸上和田城に参集じゃ。山崎城の松平信孝隊は岡崎城の牽制とさせる。敵がどう動くかはわからぬが、山中城の摂斎が西に動けば決戦ともなろう。者どもを心して出陣の支度に入れ。吉良氏を味方とした織田信秀は今川軍との決戦を覚悟し、矢作川を溶かした。その知らせを聞いた山中城の大元摂斎も朝比奈康義隊を先方に陣を進め、両軍は小豆坂の地で対峙した。今川軍はなんぼのもんじゃ。吉良を味方にした当家の強さ教えてやるぞ。かかれ。天文17年3月19日、織田信広の号令で小豆坂の戦いは始まった。和尚、織田信広の隊が向かってきまする。お、敵は数で降り、こちらは坂の上に構えておりゆえ、地形でも敵方が降り、それを承知で突っ込んできたのか。織田信広、いかがしまする。鉄壁に布陣し、時を稼ぐ。敵の挑発に乗り、陣構えを崩してはならんぞ。織田軍の攻勢に必死に応戦する形で合戦は始まった。最初こそ攻め手の織田軍が優勢かと思われたが、今川軍の前衛を崩すことができなかった。敵の矢が切れる様子はございません。これ以上上り坂での戦いを続けるのは得策ではなかろうかと。まあ所詮はこのくらいでよかろう。一旦土の着陣された地まで下がるぞ。はは。敵前衛が疲れを見せ下げ出しましたな。うむ、いかなる策を打ってくるか見ものであったが、信秀の長子織田信広が凡将であったな。
時は稼げた。よし、のろしを上げよう。承知。織田信広隊の攻め疲れにより一旦兵を引く時を待っていた大元節祭がここで動いた。小豆坂の地から管理南の坂崎の地まで隊を進めていた岡部元信隊は今川本陣からののろしを確認すると織田本陣目指し前進した。見よ、あれが織田信秀の本陣。我らに気づき布陣を変えようが手遅れぞ。者ども我に続け。兄上、信広隊が引き上げてきまするな。兵を無駄死にさせおって。南です。南より敵の別動隊が向かってきております。節祭そうきたか。数はざっと2000はいるかと。地多いか。信光、すぐにもう南からの敵に備えるよう指示いたせ。はは。南からの今川別動隊に備え織田本隊は陣構えを変えた。その織田本隊に今川別動隊が突撃し2度目の白兵戦は始まった。それを確認した大元節祭は勝ちを得たり皆の者坂を一気に下り織田本陣を目指しますぞ。狙うは大将織田信秀の西口さ。全部かかりなさい。ついに今川本隊が織田陣営に向け動いた。小豆坂を勢いよく下った今川軍は引いたばかりの織田信広隊に突っ込んだ。油断していた信広隊はあっという間に瓦解し岡部隊と交戦中の織田本隊の横っ腹に切り込みを入れた。父上申し訳ございません。戦闘隊は壊滅と相まりました。若者めが。兄上、数が違いすぎまする。統率も効かずこのままでは本陣が危険に。クソ、これでは加納口の時と同じではないか。兄上、急ぎ号令を。いやごえん、撤退じゃ。信光神狩りを頼む。神和田城に入り敵の追い打ちを防いでくれ。はっはは。こうして2倍以上の兵数を巧みに動かした今川軍が織田軍を圧倒し織田信秀は逃げるように矢作が落とかし西へ撤退していった。織田軍が撤退を始めましたが追い打ちに向かいましょう。九魂には迫ることなかれと申す。キラ様が敵方についたとも聞きます。一旦殿の下地を受ける必要もあるゆえこたびの戦はここまででよかろう。和尚がそう申されるのであれば。織田信秀は上和田城に弟の信光を入れ長子信広と共に安生城に帰還した。そこに敗退の知らせを聞いた松平信孝がやってきた。の信秀殿、もしや終わりに撤退されるので。ああ、今川と戦うには兵の数が足らぬ。大割に戻り戦力を整えてから再び参る。岡崎城の松平広忠さえ消えれば松平衆の目は終わりで庇護する竹千代に向けられましょう。こたびの野戦の勝利に浮かれている隙をつき岡崎城を攻め取りましょうぞ。決戦で今川に勝たねば岡崎城を落としたとてまたすぐ奪い返されるだけぞ。いえ、広忠の命を奪うのです。まあ好きなように動くがよい。はは、ではそのように。殿、馬の支度が整いました。よし、末森城に戻るぞ。小豆坂の戦いから半月もたたむ頃、岡崎城攻めの許しを得た松平信孝は300ほどの手勢を引き神和田城に入ると手薄な岡崎城の東門を狙い北に向かった。八八号、ここに。これは村政力作の脇差しじゃ。これをそなたに託す。ひ、ひろたたおと。そうじゃ、浪人のそなたを拾ったはわしじゃ。その恩に報いる時ぞ。必ずや。松平信孝はひろたたの暗殺を家臣の八八郎に託すと耳取りの地から音川を渡ろうとした。しかし監視隊の上村宇治明に見つかった。誰じゃ、名を名乗れ。くそ、見つかったか。一旦引くぞ。上村隊に見つかった松平信孝は渡河を諦め来た道を戻り始めた。くせ者ぞ、あれは織田の者じゃ。矢を放て。信孝様、急ぎ縄手方面へ。うぐ、ち、沼地に足を取られ動くに動けんのじゃ。ぐ、うぐぐ、お宅も見され。うぐ、逆進、松平信孝が首、この上田元年が見たり。松平広忠の命を奪いに動いた松平信孝は岡崎城南の忌み取り縄田の地にて散った。その首はすぐにも岡崎城の広田に届けられた。まこと信孝おじゆえの首じゃ。何故耳取りの地に。音川を渡ろうとしておりましたゆえ、おそらくは岡崎城に忍び込み殿のお命を。織田信秀の敗戦で焦ったのであろうな。おりゃ、うぐぐ、獣殿。案ずるな、腕を少し切られただけじゃ。誰ぞ、すぐに薬しよう。はは。松平信孝の刺客八八郎も広忠の命を奪うにあいたらず、信孝の野望はここについえた。信孝の死を聞いた大元節祭は主力を山中城から岡崎城に移すと周辺豪族らの調略に動き、上野城の有力国衆酒井忠直を鞍替えさせると、上和田城の織田信光は
城を捨て森山城に撤退していった。こうして広忠は今川軍の後ろ盾を得て西三河の松平一族を徐々に束ね出していくが、しかし八八郎から受けた刀傷が徐々に体を蝕んでいった。切斎殿、わしはもう長くない。ゲホゲホ。弱気なことを申されてはなりませんぞ。己が一番わかるのじゃ。ゲホゲホ。これを読んでくだされ、吉本様からの文にございますぞ。吉本殿からか。松平広忠殿、元気の源は一にも二にもおなごじゃ。三河別品全集はそなた好みのおなごを取り揃えるゆえ、編纂が終わるまでには元気を取り戻すのじゃぞ。ほほほ。さてさて、広忠殿が危惧されておる吉良氏の件じゃが、母寿恵にから吉良義康攻めの了承を得た。当家より額が上だとかはどうでもよい。駿河遠江守護今川義元様より命ずる。西条城を攻めよ。降伏せぬなら義康を討ち取ってもよい。今川館で吉報を待つぞ。ほほほ。ゲホゲホ。体調が悪化しました。これは参りましたな。切斎殿、それがしが生き絶えたなら、織田信秀は人質としておる竹千代を使い、松平衆の切り崩しを図ってきましょう。なんとしても竹千代を奪い返してくだされ。この切斎めにお任せくだされ。お願いいたしましたぞ。うぐっと。殿、安倍殿、広忠殿の死が伝わる前に動きまするぞ。動くとは？暗礁上の織田信広を狙います。織田信広を狙うとは討ち取ると？討ち取ってはなりません。生け捕るのです。さあすぐにも出陣の支度を。殿の葬儀は？和尚。松平広忠は24歳の若さでこの世を去った。そのことを隠すかのように今川松平軍は動き出した。矢作川を溶かした本隊に北から酒井忠直隊が合流。山崎城を難なく攻略すると安庄城北に布陣。別動隊の朝比奈康義や岡部元信の隊は南から碧海軍に攻め入ると、桜井城主松平家継、深間城主松平親俊らを次々に降伏させ、安庄城南に布陣。切斎は桜井や深間の松平衆を牛田城や刈谷城の水の隊の抑えに向かわせ、安庄城を完全に孤立させた。信広様、城が完全に包囲されておりますぞ。慌てるでない。この城はそう簡単には落ちぬと父がおっしゃっておった。上野の酒井や桜井と深間の松平も敵に寝返ったのですぞ。尾張からの援軍が入るまで耐えるのは厳しかろうかと。ならば撃って寝るのか。いや、敵の狙いは城の奪還でしょう。ここは城を捨て尾張に撤退しましょうぞ。弟の信長が嫡男となり名古屋城に入ったのだ。もうわしの領土はこの地しかない。この城を枕に討ち死によと。案ずるな、父が助けに来てくれる。ははは。それから幾日か過ぎたが、大元切斎は徐々に安庄城の包囲を固めていくばかりで、総攻めの指示は出さなかった。それに痺れを切らした将がいた。何故、切斎殿は総攻めの下地を出さぬ。城を落とすが目的ではないと申しておったであろう。このままでは織田信秀が数万を引き連れやってくるぞ。噂で聞いたのじゃが、その信秀は病で末盛城から出られないと聞く。切斎和尚はそれを知っててあえて兵糧攻めを。わしの父は織田信広に殺されたのだ。その信広を目の前にして黙っておれん。バカ。本田忠高隊の暴走により暗礁城攻めが始まってしまった。おりゃ門を叩き壊せ。信広様、ついに城攻めが始まりましたぞ。是非もない。権力頼んだ。そんな。とにかく守れ。守り抜くのじゃ。松平隊の暴走に城攻めが始まったと勘違いした各隊は、次々に城に攻めかかり、大規模な攻城戦へと発展した。門を破壊し、本丸目指し、攻め込む松平隊に、あの将が立ちはだかった。しゃ、敵は浮き足立っておる。くむぐ。おれ。うむ。忠敬。忠敬だと。あの猛牛で知られる本田忠敬とは、こやつか。大したことなかったな。おれ、次は、そなたの相手か。この権力の首、打てるもんなら打ってみやがれ。引くのじゃ。松平の猛将、本田忠敬の討ち死にを知った、松平隊の士気は一気に下がり、逃げるように城から撤退していった。それを見た他の隊も、同様に城から逃げ出していき、城攻めは失敗に終わった。はあ、お話になりませんね。いかがします。戸田攻めが終わるまで暗礁城は後回しとし、吉良様を先に片付けましょうかね。大元切斎は暗礁城攻めを一旦白紙に戻し、今川に歯向かう他の三河勢力を先に潰す動きに出た。まず切斎は
東三河の厚み軍田原城で抗う戸田高光を力攻めで屈服させると東三河を平定。その後天の影安隊井伊直盛隊を引き連れ西三河に戻り荒川山に布陣。今川軍に囲まれた西条城の吉良義康は降伏を選択し、身柄は駿府に送られた。およそ半年の間に水の量と安庄城以外の三河の国衆を従えた大元節祭は再び安庄城を包囲。その動きを知り織田信秀は動いた。まあ正秀、すぐにもう信広を終わりに撤退させよう。何度もそう伝えておるのですが、なかなかに頑固者でして。俺が行ってくるぜ。若様、相手は今川軍ですぞ。じい、先に行ってるぜ。若様、もう信広と信長を頼むぞ正秀。では三河に向かいまする。ああ。こうして織田信長、平手正秀の隊は名古屋城を立ち安庄城へ向かった。その知らせを受けた大元節祭は、さすがに信秀は来れないようですね。されど援軍が入ってはこちらも被害が膨らんでしまう上、城を力攻めとします。大将織田信秀は必ず生け捕りにするのです。良いですね。全軍かかりなさい。大元節祭の下地による城攻めが始まった。15,000の兵に攻められた安庄城は1日ともたず外堀が突破され、次々と車が侵略されていく。そして残すは本グルはのみとなっていた。信広様、ここまでです。潔く打ち死にを。わしの城をめちゃくちゃにしやがって。そんなことをおっしゃっている場合では。殿、今川の将朝比奈康義殿が使者として殿にお目通りを。とよし、すぐ会おう。どうせ助かるかもしれぬぞ。存続の信広様。貴殿が織田信広殿か。拙者今川家譜代家臣朝比奈康義と申す。挨拶は良い。助けてくれるのだな。城を明け渡していただけるのでしたが、これ以上の血は流れずに済みましょう。わしの血が流れずに済むかどうかを尋ねておる。それも含めまして。ならばよかろう。城は今川にくれてやる。好きにしろ。では好きにさせていただきまする。よし、縛り上げろ。おい、何の真似だ。どこに連れて行く気なんだ。聞いてねえよ。こうして安庄城は陥落し、城主織田信広は囚われの身となった。その頃織田の援軍は牛田城に到着し、そこで安庄城陥落の知らせを受けた。そうか、間に合わなかったか。兄者はどうなった。撃たれたのか。いいえ、今川軍に捕らえられたと聞いております。情けねえ。捕虜になるくらいなら潔く散れってんだ。兄上ですよ、お言葉が過ぎるかと。平手様、大元総府と名乗る僧が織田信広様のお命を救う術を存じていると申しており、平手様と妙仙人でお会いになりたいと。はて、大元総府、どこかで聞いた名だが、うむ、その寺に案内せよ。平手正秀は大元総府なる僧に呼ばれ、すぐ近くの妙仙寺に向かった。大元総府にございます。もしやそなた今川の参謀大元節祭では。さあどうでしょう。織田信広様の命を救う術を存じておる僧じゃな。はい、ごくごく簡単なことにございます。銭か、それとも巷で噂の鉄砲か、何が望みじゃ。松平武千代にございます。人質交換と申すか。いかにも。断ればいかがいたす。明日にも安庄城の門前に信広殿の見印がさらされることになりましょう。待て、わしの一存では。安庄城、桜井城、深間城は今川の持ち物となってございます。そして羽津の木だけも今川の傘下に属することにもなりました。竹千代を織田家で抱える値打ちはもはや皆無ではありませんか。断るぜ。竹千代は渡せねえ。若君、黙っていてくだされ。祖父殿、わかった。そなたの申す通りじゃ。人質交換に応じよう。ご英断感謝いたしまする。この後竹千代と織田信広の人質交換が無事行われた。若様、よくぞ岡崎城にお戻りで。戻ったのではない、言っただけだ。まあ朝比奈殿、落ち着いて。お約束通り竹千代君は松平の証人として駿府で預かります。若様は松平の当主となられるお方、何とぞ人質は別のものを。何なら拙者が。安倍殿では証人となりませぬ。それに竹千代君はまだ8つ、立派に成長されるまで当家がしっかり庇護いたしましょう。庇護と申されたな。ええ、申しました。人質ではなくそれ相応の暮らしを。松平家は当家にとって貴重な中足国衆、その主となられるお方に不自由な暮らしなどさせられませぬ。ならば近侍を同行させてもよいですな。無論忠次、そなたが頼りじゃ。若様をしっかり守るのじゃぞ。この命にかけてお守りいたしまする。ではごきげんよう。大元節祭は竹千代を連れ駿河の今川館に向かった。
やっと会えたな、竹千代。別品全集オタクの吉本様ですね。オタクとはなんじゃ、愛読者と申せ。あ、腹を立てるところではありませんぞ。おう、竹千代、そなたはこれより、この今川館で暮らすことになる。そして、節斎がそなたの教育役じゃ。良いな。はい。うむうむ、素直ではないか。そなたの元服の儀はわしが立派に取り行ってやるでな。はい。夫婦となる姫もわしがぴったりの相手を見つけてやるで、案ずるな。は、はい。わらべゆえ、まだまだ女子のことはわからぬわな。ほほほ。よし、節斎、これで三河守護も見えてきたの。まだまだ、当家に従わぬ地侍、そして刈谷城や小川城を拠点とする三つの信元もおりますれば、三河平定までは今少し時がかかりましょう。ぼちぼちでよいぞ。まだ道東海別品全集が完成しておらんでな。三河はその次の楽しみに残しておこうぞ。ほほほ。は、はあ、松平広忠もあの世で満足しておろうぞ。終わりよければ全てよし。いや、めでたいめでたい。さあ、美濃の衆、勝ち時じゃ。安庄城陥落時に捕らえた織田信秀の長男織田信広は、大元節斎の狙い通り松平宗家嫡男である竹千代との人質交換に使われ、今川方の松平衆にとって悲願の当主が岡崎城に戻ってきた。しかし今川義元は松平広忠と生前交わした約束にのっとり、竹千代を人質として駿河に送ることを命じるのである。この先松平衆のもとに竹千代が戻ることになるのは、威厳福士松平元康と名を改め18歳の若武者に成長した時である。そう、今川義元が織田信長に打たれたあの桶狭間の戦いを機に、今川家から独立した戦国大名として混乱の世に戦いを挑んでいくことになるのである。さあ、どうする元康。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない。そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。